開いたします。ご登壇を求めます。4番山口仁志議員。皆さんこんにちは。こんにちは。議長より登壇の許可をいただきましたので、ただいまから山口仁志の一般質問を始めさせていただきます。今回は2項目の質問を予定しております。まず最初に防災減災についてでございます。それでは2つ目に教育についてであります。まあ、皆さんご存知の通り、先月の8月の20日未明のことです。広島県で短時間による甚大な土砂災害が発生いたしました。広島市の朝北地区では1時間雨量が120ミリ以上、また数時間で250ミリ以上という豪雨があったそうでございます。これも早朝3時4時の出来事でございました。この災害で70名以上の方がお亡くなりになり、また行方不明の方が未だかっておられます。また警察、消防、自衛隊による必死の捜索活動も今なお行われております。この場をお借りしまして、災害に遭われた方に心よりお見舞いを申し上げます。では質問に入らせていただきます。まずはじめに、その防災減災であります。今回被害がひどかった広島県の朝北区において、県が指定した土砂災害区域であったようでございます。そこで質問ですが、この田京市も周囲が山に囲まれておりますが、県が指定している土砂災害危険区域はどのくらいあるのか。危険箇所には土石流、地滑り、また急傾斜等のいろんな種類があるかと思います。この種類別にどのくらいあるのか、まずはじめにお伺いいたします。森まちづくり部長。モニターお願いします。武雄市における土砂災害危険区域がどのくらいあるかということですけれども、まあ、土砂災害につきましては大きく3種類ありまして、一つはここに今モニターで表示してますけれども、山腹が崩壊してですね、土砂が下流の方に流れてくるというふうな土砂係留区域につきましては、市内に409箇所あります。続きまして、土地の一部が地下水塔によって、崩壊している、地滑りを起こす、地滑り危険箇所につきましては、市内に27箇所あります。次に、崖地の傾斜が30度以上で、土地が崩壊する急傾斜地崩壊危険箇所につきましては、市内に1105箇所が指定されているところであります。以上4番。4番山口仁志議員。はい、土石流の危険箇所が409箇所、まだ地滑り箇所がですね、危険箇所が27、それで休憩者が1000箇所以上ということで、合計約1500箇所ぐらいですね、この武雄市にあるわけなんですけど、まずこの危険箇所をですね、地域住民の方にまず知っていただく、危険であるという意識をですね、まず持っていただく、このことが一番重要じゃないかと思います。そういったことで意識づけが一番だと思うんですけども、このようなこと、そのようなソフト面のですね、ことでどのようなことを
取り組まれているのか、まずそのあたりをお聞きいたします。松尾政策部長。水防法に基づきます洪水予報河川あるいは水位周知河川であります、六角川、松浦川の、ハザードマップにつきましては平成22年に作成をいたしまして各家庭に配布をいたしているところでございます。先ほど の土砂災害関係でありますけれども、県の方で今マップが作成をされている途中でありまして、来月あたりになりましたら、こちらの方にいただけますので、それの分については各家庭に配布をいたしまして自分 の、 家あたりがどういう状況にあるのかという件につきましては、ご確認をいただきたいというふうに思っております。住民の防災意識の関係でありますけれども、行政区ごとに、自主防災組織の、組織化を、お願いをいたしております。すでに設置をしてある行政区につきましては、年1回程度の、避難訓練を実施していただくということを、区長会等を通じてお願いをしているところでございます。そういった自主防災組織の設置を踏まえまして、お互いの連絡体制とか、そういう会議の中で防災マップより身近なところの防災マップを作っていただくというふうなことで、あるいは、より身近な自分たちの区で、防災訓練をしていただくというふうなことを通じて防災意識の向上を図っていきたいというふうに思っております。議長4番。4番山口仁志議員。はい、ハザードマップ防災地図もですね、整備されていると思います。またいろんな地区、小さな地区でもですね、地区単位 の、 ハザードマップも必要になっていくかと思いますけど、そのあたりの整備状況をお願いします。松尾政策部長。モニターをお願いいたします。土砂災害警戒区域あるいは特別警戒区域につきましては県の方で、指定が進んでいるところでございます。で、法律の規定によりまして県の方で指定をされまして、市においては行政区ぐらいの単位で、より詳しいハザードマップの作成というものが義務付けられております。で、画面で紹介しておりますのは、昨年、武雄市内においては武雄市長がこの指定が完成しておりまして、マップをいただいているところでございますけれども、竹内町の、各区に出向きまして各区の区長さんあるいは役員の方とか消防団、いろんな組織の、代表者の方、一堂に会しまして、より詳しい自分のところの、災害、危険場所とか災害があったときにどこに避難するかといったことを、自分たちで、話し合いをしていただきまして、作ったマップでございます。ちょっと小さくて見にくいんですけども、この中に、赤で囲んだ部分がありますけども、ここが県が指定した特別警戒区域、おおむねその周辺に黄色でちょっと見にくいんですけども、囲んだところが、警戒区域というふうなことであります。で、こういうマップを参考にしまして、ピンクの実線につきましては、ここは、避難をするのに、大丈夫だろうという線あるいは、ピンクの破線につきましては、ここは冠水の可能性があるということで、避難の際は十分に注意するあるいは、他の道を通るといった、こういうことを各地域の中で、話し合って作っていただいている状況であります。で、竹内町につきましては県の指定も終わりましたので、作成済みでありますので、浮き前に今年の浮き前に全家庭に配布をいたしたところでございます。で、他の町につきましては県の指定の作業が終わり次第、順次そういった作業を進めていきたいというふうに思っております。
議長。4番、山口仁議員。はい、この色にですね、整備されたハザードマップがですね、整備されたところばっかりじゃないと思います。これから先ですね、まだ作成を予定されているところもあるかと思うんですけど、よく行政の市のですね、担当部署と打ち合わせされて、地区の方がですね、やっぱりこう地元の状況をですね、確認されて、避難場所等をですね、きちっと隠していただくように、またそのあたりのことをよろしくお願いします。で、今回のですね、広島のですね、災害も短時間の豪雨による土砂災害が、まあ、どこにでも今発生するような状況でございます。まあ、よそごとではなくですね、身近に起こることの災害だと思うんですけども、ハード面、土砂災害防止のですね、対策はどのようにされておるのか、お伺いいたします。森まちづくり部長。モニターお願いします。先ほどちょっと訂正させていただきます。先ほど地滑りの地区を27箇所と申しましたけれども、28箇所の間違いですので訂正をお願いしたいと思います。土砂災害対策については、まあ、ハード面についてですけれども、ハード面についての、まあ、土砂対策ですけれども、まあ、土石流、地滑り、崖崩れ等によって、まあ、工法が異なってきます。今、モニターに表していますのが、土石流の対策であります。山腹が崩壊して、北戸の渓流に構造物を設置して、直接流れを止める。で、コンクリートや構成によって、石堤を作ってですね、その下流の方に流路、まあ、安全に水を流すための水路を作るというふうな工事であります。これが実際に今、滝尾市内で設置されている事業です。砂防事業、設置されている砂防事業であります。次に、地滑り対策ですけれども、地滑りの要因であります、地下水を低下させる、まあ、排水ボーリング等を実施しましてですね、まあ、収水井戸を作って、まあ、地中から早く水を抜くというふうな工法であります。まあ、地中の岩盤を利用した杭やアンカーで安定をさせるというふうな工法で、まあ、地滑り対策事業というふうなことを行っているところです。これも滝尾市内で実施しております、まあ、アンカーによる地滑りを止める工法であります。次に、まあ、崖崩れ等に対しましては、崩れを止めるためにコンクリートによる、まあ、擁壁や、まあ、のり面の保護をするのり枠工などが実施されております。これも市内で今実施している急傾斜対策事業というふうなことであります。以上です。4番、山口仁議員。はい。この身近なところでですね、ちょっと災害等の起こったところ写真なんですけど、これは平成21年、もう今から5年前です。県道の武雄生まれ線、阿古山トンネルに行く手前の武雄川のところですけど、これがですね、5年前の7月に発生いたしました。それで100メーターぐらいがですね、全部滑ってしまって、おそらく通行止めという期間がですね、当分の間続いたわけなんですけど、まあいろんな形でですね、早急にですね、対応していただきまして、片側通行、また全面通行がですね、通るようになりました。これが先ほど、吉川議員の方からも言われてますけど、県道、武雄九度見線の土砂崩壊した時の8月6日の写真でございます。これで現在が片側通行ということでですね、対応されております。
そんな中でですね、私が2年ほど前でしょうか、柏岳の砂防の事業の質問をさせていただきました。ここは非常にその後集落等もですね、非常に増えまして、非常に県政も高いような状況でございます。その現状がどのようになっているのか、またその後の計画はですね、どのように進んでいるのかお尋ねいたします。森まちづくり部長。柏岳の山の上砂防事業ですけれども、場所的には旧市民病院の裏の方の柏岳の山腹の渓流のですね、土砂災害を防止するというふうなことで、現在佐賀県にて調査測量等が行われておりまして、来年の1月いっぱいかかる見込みとなっております。その後計画に対する地元説明会を経てですね、平成27年には幼虫買収と工事用道路を施工する予定となっております。本体の工事につきましては28年度から事業を実本体の工事に入るというふうなことであります。地元の協力が重要かと思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思っております。以上、山口仁志議員。はい、この柏岳というのは今言われたようにですね、今施設ですね、介護施設等が数尾下の方にあるんですけど、その下の方にもですね、彼らの集落、また川楽と旭町の天久もですね、一部その範囲に入っているようでございます。これがちょっと雨がひどい時のですね、状況でございますけど、これは天久の方から見たところでございます。そういったことで今言われたように27年度にはですね、用地交渉して、できれば工事用道路を作っていきたいと、本当にありがたいございます。ゼミはぜひですね、地元としてもですね、協力をしていきたいと思いますので、一日でも早いですね、早期着工を願っております。それで3年半前ですか、東日本大震災、また一昨年のですね、7月に九州北部災害、豪雨ですね、この時も武雄市としてボランティア活動を行ってまいりましたが、今回の広島土砂災害におきましても、武雄市としてボランティア活動の予定はされておるのか、お伺いいたします。平川つながる部長。今回の災害について、現時点では武雄市としてのボランティアの派遣の予定はございません。で、陸前高田市、それから、熊本への派遣につきましては、市長との等の交流があったということがありまして、一つの場所に集中して、ボランティアをさせていただいたという背景がございます。また今回の広島の状況を情報を集めてみますと、一定のボランティアの制限をされていると、県内だけに限った制限をされているといったような情報もございまして、現時点では派遣の計画はないという状況でございます。4番山口仁志議員。はい、今のところはそのボランティアの計画はないということです。今回のようなですね、広島災害のゲリラ的豪雨の災害はいつ本当にどこでもですね、発生するような状況でございます。ハード面の設備がですね、どうしても追いつかないというようなことでございますので、これを機にですね、皆さんの防災に対する意識をですね、十分持っていただいてですね、よかったらもう各家庭でもですね、そういう防災についての話し合いともしていただいて、こういうふうな防災の意識づけをですね、十分にしてほしいと思います。
次なんですけど、昨日ですね、9月7日に武雄市のですね、総合防災訓練が実施されました。私も見に行きましたけども、今回どういった点に重点を置いてですね、訓練を実施されたのかお尋ねいたします。松尾政策部長。昨日、武雄総合防災訓練を実施をいたしました。今回は武雄区、花島区、長島区、溝の上区の住民の方を中心に、ご参加いただきまして、住民の数が約350名、それから消防団約100名、その他陸上自衛隊のご協力とか、市役所等を含めまして全体で約550名の参加を得て実施をして、したところでございます。関係者の皆さんに厚く御礼を申し上げたいと思います。で、今回重点を置きました点につきましては大きく3点、一つは、災害対策本部を設置をいたしまして、災害情報の収集から避難勧告等の発令までの手順の確認、職員の迅速な参集とか、自衛隊、警察、消防、機関との連携の確認といったものを行いました。で、2つ目には、一番大事になるかと思いますけども、住民の避難訓練でございます。特に高齢者などの、支援を要する方の、避難の支援と、それから消防団によります、避難誘導といった点でございます。で、3つ目でございますけども、なかなか多くの方が一堂に会するという機会、そういう場を作るのが、なかなか難しいこともありまして、この機会を捉えまして、非常食の炊き出しとか消火器を使った消火訓練、あるいは AED の、訓練、そういったものを、同時に行ったところでございます。そういうことでございます。はい、4番山口仁議員。はい、私もですね、昨日花島公民館前の避難訓練の状況をちょっと確認してまいりました。今言われた避難訓練、一番本当に大事だと思います。危険と感じた時はやっぱり早く逃げること、これがもう一番だと思いますので、これから先もですね、このような訓練を続けていただいて、一人一人のですね、意識が深めていくように続けてほしいと思います。これは三船ヶ丘小学校でですね、自衛隊の方がいろんな説明をされているとこの状態です。次に質問に移らせていただきます。教育についてでございます。武雄市はですね、これから取り組もうとしている官民一体型教育をですね、4年ほど前から武雄市に先駆けてですね、取り組んでいる学校があります。長野県の北相木村という小学校なんですけども、ここにですね、7月に総務文教常任委員会としてですね、視察をさせていただきました。この長野県北相木村というところはですね、生徒数が360校、人口が約820人ぐらいで、標高的に900メーターぐらいの山村でございます。北相木小学校はですね、児童数が43名、そのうちですね、山村留学の児童が14名ということで、留学率が 30% 以上というような学校でございます。そこでちょっと視察をさせていただきましたけども、この写真はですね、これからの写真は北相木小学校の許可をいただいてですね、公表することにしております。で、これは花丸授業の様子でございます。1年生から3年生が一クラスになってですね、4人ぐらいのグループを作って、授業しておくわけなんですけど、まずこれはですね、 i キューブといってですね、木製のブロックを使いながらですね、実際の操作実験を通して脳のイメージだけをですね、でピースを作って、裏から見た状態の図形を想像するとか、空間的なですね、能力、認識能力を伸ばす授業だそうでございます。もうほとんど1年生から3年生まで仲良くですね、授業をしておりました。で、このシーンなんですけども、これは授業の途中にですね、よくできたり早くできたり
そういった状況のところにですね、先生方がこう褒める、そういう仕草をですね、されているところです。で、子どもたちもですね、大きな声を張り上げてですね、一生懸命取り組んでいたところでございます。この2人の左から2人の先生方はですね、欅小学校の教員の方なんですけど、私ちょっと見た時はですね、花丸の方が指導されてるんじゃないかなというぐらいにですね、本当にもう没頭されてですね、子どもたちと一緒になって、授業に取り組んでおられました、はい、黒板の前に立っておられる方はですね、新任の先生らしいです。それでこちょうど私たちが授業に行った時がですね、この花丸のデビューといいますか、花丸授業を初めてやるというふうな先生でしたけど、まあ子どもたちと一緒になってですね、ちょっと緊張はされてましたけど、非常にいい雰囲気でですね、授業をされておりました。はい、これはですね、図面を一瞬見せてですね、思考力を確かめるパターンメーカーというふうな教材らしいです。これは平面的図形のですね、認識能力を訓練する授業だそうですけど、ほとんどの子どもたちがですね、本当に一瞬だけこう見せてですね、すぐこう直されるんですけど、それをですね、思い出して子どもたちが4枚の図面をですね、組み合わせてどんな形だったかというところをですね、勉強されておりました。カードを組み合わせてですね、図形化する授業です。そこでこれからの教育についてですね、武雄市はいろんなことでこれから取り組むわけなんですけども、市長はですね、教育に命をかけるということを言っておられます。これからの教育についてですね、どのような考えでおられるのか、市長と教育長にお伺いしたいと思います。まず市長に、まず教育長にお願いします。ブラボー教育長。花丸学習会については直接のコメントを控えたいと思いますが、3点ほど申し上げたいと思います。一つは、現在進めております ICT 教育とか外国語教育など、これからの子どもたちに必要な力をいかにして、つけていくかと。でこれは今進めておりますことも文部科学省でも県教育委員会でも方策として探っておられることでありますので、そこはこれからも力を入れていきたいというふうに思います。から2つ目としましては、やっぱり登校を渋っておられる子どもさん、それから不登校傾向の子どもさん、実際他教師もおられるわけであります。花丸学習会で言っておられる飯が食える自立した人間にいかにして育てるかということは、保護者の方、家族の方、あるいは市民の皆さん共通の願いでもあります。でそういう意味で、今各地で説明会等のおきましても、そういう環境づくりについてお願いをしているところでございます。それから3つ目としまして、今後教育委員会制度等も変わっていくわけでありますが、現在多くの城田教育館をはじめですね、多くの方々が武雄市の教育に支援をしていただいております。広い意味では官民連携というような方策というのが最も、進行できているんじゃないかというふうにも思うわけです。そういう中で、市長がこれまでも発言されてますように、中立性であったり継続性十分配慮した上で、また我々と連携した形で、教育の改革がこのように進められるということは、自慢して言いますと、他の市町でどうしてもうまく進めかねない大きな改革ができるということではないかというふうに思っております。よろしいでしょう。武雄市のみならず、今までのその全国のね、オールジャパンの教育っていうのがもう後手後手だったんじゃないかな。なんか問題が起きたら対処療法的に、これは対応せばいかん、まあ、いじめの問題がそうでしたよね、あるいは自殺の問題もそうですよね。
で、そうならないようにするためにはやっぱ後手後手じゃなくて先手先手じゃなきゃダメだというのは、これ教育のみならずあらゆる、まあ、何て言うんですかね、その社会的な置かれている、ね、課題については僕は そうあるべきだと思ってるんですね。そういう意味で、佐賀新聞が、まあ、こうやってあの別に僕は思惑なんかありませんから、他業初の学びの改革で3回連続でこうシリーズで、これは力作です。これはもうぜひ読んでほしいし、もちろんあの僕との見解が大きくずれている部分は当然ありますけれども、これはこれですごく読み応えが、現状をね分析しているという意味では、今武雄市の教育行政に対する、ね中ではこれはもう最高のものだと思っています。でその中で、この中にも書いてありますけれども、そのもう私自身は三本の矢をもう放ちました。もうこれ以上矢はもう放ちません。放つかもしれません。ですが、まあ、今のところ放つつもりはないんですが、でその中でね、これからの舞台っていうのはもう教育委員会なんですよ。で今浦郷教育長は、私が知る限りね、日本でも最高の教育長だとは思っています。褒めすぎですかね。ですのでそういう中でね、もう具体的な方針は教育委員会が中心となって、学校の現場の先生とね、あるいは児童生徒とよく顔の見える、ね関係を築いてほしいなというと思ってますし、今あの文部科学省自身がね、大臣を中心として、ものすごく今武雄市の教育に注目をされていますので、そういう意味ではその国全体がね、今武雄市が、取り組む前人未到の領域に大きくやっぱ期待をされているというふうなことを思っていますので、そういう意味で、国県、市一体となって、これから、本当にいい教育をねぜひしていきたいと思っております。長くなりましたけど、私自身が小学校の時不登校、保育園中退ですので、もう二度と僕のような人間は出さないということ。だから早く日曜日にならないかな、皆さん思ってたでしょ、早く日曜日にならんかね、ね豊村銀さん、そうじゃなくて早くやっぱ月曜日にならないかなというワクワクドキドキするようなその小学校、特に小学校を作りたいと思っていますので、そういう意味で言うと官民一体学校もタブレットもありとあらゆる政策がその手段でありますので、手段がこう目的にならないようにね、していく必要があるだろうと思っていますし、最終的には飯が食える魅力的な大人になるようには、小学校の低学年の教育が最大の私は肝だと思ってますので、あのよく家庭とも地域とも連携を取りながら、学校の先生に過度な負担がかからないようにね、私たち自身もきちんと見守っていく必要があると思うし、今教育行政、浦郷教育行政が進む方向をしっかり後押しをしていきたいなと思っています。そういう意味ではもう私の役割はもうこうそういう意味では終わったというふうに認識をしております。4番山口仁志議員。はい、先ほどもですねちょっとあの話が出てましたけど、官民一体型の学校づくり地域協議会がですね、あの今各地で設立をされております。まあ教育委員会としてですね、いろんな説明会ともされておりますけども、私も何回となくあの出席をさせていただきました。そんな中でですね、保護者の方のですね出席者というか参加者がですね非常にあの少ないような気がいたします。あの各地区においてもですね、不動産等はですねいろんな機会があるごとにですねこういうあの協議会がありますので、ぜひ参加してくださいという呼びかけは十分されたと思います。それにしてもですね、なんでこういう状況なのか、あと2ヶ月足らずでですね、あの申請するところはもう手を挙げていただくというふうな状況でございます。そういった中でこの状況をどのように思われているのかお尋ねいたします。了解しよう。これね、少ないのはもう仕方ないと思いますよ。やっぱね、まあ、あの一部の地区ではあの多いところもあるんですが、まあ、一般的に言ってやっぱ少ないっていうのはもう仕方ないことだなというのは思ってるんです。っていうのはね、やっぱこう人はもう見えるものでしか判断できないですもん。ですので、これおそらくね、私は、まあ、これはもう議会の皆さんたちにも申し上げましたし、私が、集会のとこでも申し上げましたけれども、来年度からは2校、原則2校でスタートをさせると、いうことで、その中で、私自身は、
じゃあその2校を選考したからといって、まあ、3校になるかもしれませんけどね、なるかもしれませんが、その中でね、期待しているのは、まあ、契約期間の10年間じゃあそれ以外の小学校はその対象にならないかって言ったらそれはそんなことなくて、おそらくね、その先行する A 小学校、B 小学校、まあ、C 小学校になるかもしれませんけど、そのあり方を見て、じゃあ手を挙げようっていうふうに、そうなってくると、必ずメディアも報じますし、市民の皆さんたち、特に保護者の皆さんたちは関心は倍化すると思ってますので、そう危惧はしてません。で、我々は少なくても、きめの細かい説明会はぜひしていこうと。いうことを思っていますので、ぜひ議員さんにおかれてもね、市政報告会を最近だと浦議員さんのところに私は参りましたけれども、やっぱりその浦議員さんの市政報告会の中でもね、この官民一体学校っていうのはものすごくやっぱり注目されてるんですよ。だからそういう議員さんが、そう市政報告会あるいは県政報告会をしていただく中でね、私たちも精一杯ね、その場で説明の機会、まあ、それは私も参りますので、その場で説明をしていきたい。それとあと PTA であったり、あるいは地域の、まあ、いろんな集まりであったりっていうので、呼んでくだされば我々はぜひ参りたいと思っていますので、ぜひそういう意味では数が少なくてもね、会を重ねることによって一人でも多くの保護者を中心とする地域の皆さんたちがこの官民一体学校について、の構想についてね、触れていただく機会を積極的に設けたいなということを考えております。4番山口仁議員。以上4番、はい、説明会には教育長が説明をよくされてますけど、教育長の方からどういうお考えなのかお伝えします。ブラボー教育長。まず議員の皆様、それから区長様方にですね、本当に感謝を申し上げたいと思います。ほとんどのところでですね、なぜ区長がしなければいけないのかというような思い、声もお聞きしました。しかし今ただいま申しましたように、この官民一体学校づくりを考える機会として、本当に我が町の学校、子どもたちのことを改めて強く考えてもらっているということを、もうそれだけでも本当に素晴らしい教育環境に、環境づくりになっているということを実感をいたしております。現在、まあ、40回ほど出向かせていただきまして、まあまあ、2000名以上の市民の方、一緒に話し合っていただいたと思っておりますけれども、特別保護者の方が少なかったという思いはございませんけれども、ただ実際にそれぞれの学校でまたご希望等もあれば、これからもですね、出向いていきたいというふうに思いますし、これからまあ10年、20年のその各校区の教育体制づくりの根幹になることだという決意でいきたいというふうに思っております。4番、山口仁議員。はい、まあ、この武雄市はですね、今年度からお相撲課という部署をですね、新しく設置されました。おそらく移住定住の促進にもですね、進められることだと思うんですけど、これから始まる官民一体型教育でですね、まあ、移住といいますか、県外から移住してですね、官民一体型教育を受けようとした場合ですね、その学校区に移住しないといけないのか、そのあたりどうなのかですね、また他の学校からの通学も可能なのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。行田市長。これはちょっと極めて重要な話ですので、私の方から答弁をいたします。原則は例えばですよ、まあ、例を出していいのかどうか分からないんですけど、若き小学校がその指定校になったとするじゃないですか、官民一体学校の指定校になったとする、で若き小学校が指定になったときに原則は、若き小学校が校区になりますので、校区内通学というのが大原則になります。しかしながら、では若き小学校にが、そういったお住まいがあるのかといったことについて、なかなかそれは空き家も含めてね、
まあ、来年の4月からというとかなりもうスピードになってきますので、そういう意味でちょっとここは柔軟に認めようと思っています。ですので例えば、旭町であったり、今旭町はどんどんアパートが増えていますので、旭町だったり例えば武雄町だったり、まあ、一定隣接するところでの校区外通学というのは一定期間、これは多分1年になろうかと思いますけれども、ここは柔軟に認める必要があるだろうと思っております。ちょっと若き小学校だけ出して恐縮だったんですけど、例えば東川上小学校であったりとか、西川上小学校であったりとか、そういったそのなかなかその住まいないところですよね、については、そういった武雄町、旭町のから、一定期間、まあ、私は1年と思ってますけれども、校区内に転居する予定の皆さん方にはそういった機会をぜひ提供する必要があるだろうと思っています。そしてもとよりこれ財源の問題がありますけれども、どれぐらいちょっと募集に応じていただくかというのがちょっと皆目分かりませんので、場合によっては、当該小学校に、一定の市営の住宅も作ることもぜひこれはしていかなければいけないと思っています。ただ作ったはね、誰も入らないということになると、それは本末転倒ですので、そこはよく我々としても調査をして、そういったなるべくその小学校の校区でなるべく小学校の近くにね、そういった居が構えられるようになればいいなと思っております。そういった中でぜひこれご覧になっている皆さん方で、土地もお家も提供したいということいらっしゃればですね、幅広にここに電話をしていただければありがたいなというふうに思っています。いずれにしてもこの件に関しては、学校説明会、指定の学校の説明会を東京等で行うことにもなります。でその時に具体的に、住まいについてはこうこうこうだということを決めなくてはいけませんので、早急に教育委員会を中心として、そういった方向性についてももう少し、詰めてまいりで、かつその議会によく相談をしながらこの件についても進めてまいりたいと、このように考えております。山口一議員、はい、期限を決めてですね、柔軟に検討していくということでございます。小学校のタブレット授業が始まりましてですね、今年4ヶ月ほどが経過いたしました。初めての導入でですね、いろんな戸惑い、トラブル等もあったかと思います。どのような反響であったのか、また児童の学習に対する変化はどのようなことがあったのかお伺いいたします。水上教育部長。今年の4月タブレット導入いたしまして、基本的には相対的に子どもたちは興味を持って、学習に生かしてもらっております。でそういう中で、まあ、トラブルですけれども、タブレットのトラブルにつきましては、まあ、初期不良あるいは破損、まあ、そういうことでですね、全体3000台のうちの約 3% に当たります約100台程度ですね、それについてはメーカーの方に送って修理をしたところでございます。で、まあ、そういうことでその間、まあ、各学校には予備機を配置をしておりましたけれども、一時的にタブレットが不足するという事態も生じております。ただその不具合の内容がですね、半数以上が初期設定に戻すことによりまして回復するというような事例が多いものですから、現在は担当課の方でそういう形での修理はしておりますので、それ以降は大きなトラブル等はあっておりません。二つ目浦郷教育長。授業の内容等につきましてはですね、よく分かったということで、よく分かったということで 94% の子どもたちがですね、アンケートに答えております。でこれはもう1回きりとかじゃなくて4月から7月までのトータルとしてですね、そういうことであります。また授業が楽しかった児童につきましても 89% という結果が出ておりまして、
これは当然学力意欲だけじゃなくてですね、学力向上につながるものという期待を持っております。4番山口仁議員。はい、いろんな最初孫付きというかトラブル等もですねあったかと思います。ぜひこの4月からまた中学校もタブレット授業始まりますので、その経験を十分踏まえてですね、対応してほしいと思います。今回7月にですね、行政視察に行かせていただきました長野県の北相木村の話でございますが、このような話をですね村の役場の方からお受けいたしました。山村留学の卒業生の女性がですね、その後相木村の同級生と結婚して、村一番のおしどり夫婦になったというような喜ばしいお話、またですね留学生として北相木小学校を卒業し都会の中学に入学したものの、どうしても村の学校が忘れられずにですね中学校に編入したというようなお話をですね村の役場の方からお聞きしました。教育長がいつも言われます、教育は津という年代までがですね一番大事だと。本当に私もそう思います。今回ですね視察に行った折にですね、子どもたちがの教育がですね地域づくり、学校づくりにですね十分なことを強く共感いたしました。これから先もですね始まる新しい教育でございますが、より一層ですね私自身も力を入れてですね新しい学校づくりに取り組んでいきたいと思います。いうもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。以上で4番山口仁議員の質問を終了させていただきます。ここで議事の都合上1時20分まで休憩をいたします。